プチマフラーのご紹介をいたします。形はこのようになっていて、シンプルな作りになっております。じゃあ一つ広げてみたいと思います。ちょうどね、ここに、通すベルトがついておりまして、広げると細長い長方形の形になっております。で、その端の方にボタンで留め付ける感じですね。ボタンホールは開いていなくって、ボタンで、マフラーの本体の布とベルトを留め付ける形になっております。で、そのまま首に巻いて、ベルトのところに反対側の布を通して首に巻いていきます。とてもね、簡単に作れるタイプでして、これからね、寒くなった時に大活躍するアイテムだと思います。お洋服作ったね、端の部分なんかが残ると思うんですが、それでね、もうできちゃうぐらいコンパクトな作りになっております。で、ボディにね、着せてみました。こんな感じですね。割と首に沿うような感じですので、コートの下とかにも着れますし、室内でもちょっと肌寒い時、室内でも使えるんじゃないかと思います。ぜひね、皆さんもお洋服の残りで、お揃いにね、お洋服とお揃いでプチマフラーたくさん作っていただきたいと思います。